ゃあこんにちは、さゆたかさん。はい、あるある選手、見つけたでしょ。見つけました、はいはいはい、そうです、あるある発掘選手ですけれども、本日は西武のピッチャー左右一人ずつをご紹介します。まずびっくりこいたな。びっくりこいた肌そうです。まず一人目、なんかね、羽田俊之介投手ちょっと紹介して紹介します、はい、2021年ドラフト4位で入団なので、はい、実質今年3年目でございます、はい、八王子学園八王子高等学校出身で、もともと埼玉西武ライオンズのジュニアで小学校6年の時に実は準優勝してるということで、はい、G 杯準優勝でドラフト4位で入団して、はい、つい先日一軍デビューをエスコンでな、エスコンで、そうです、松郷選手であったりとか、あとマルティネス選手なんかとね対戦しましたけれども、いやー早いな、球がね早いんですよ。いいの、いやひょろっとしたのも出てきたなと思って、でもタッパーあるし192なあ、手足やばいな、まだ体は出来上がってないよなとか思いながら見てて、どんな球投げるんやろって、ピャンと投げたら155、はい嘘やろと思って、そうです、松郷選手に対しては初球いきなり153、そしてファウルにされたものの3球目が155です、そうです、でマルティネスも155、すごいなと思いながら、はい、早いなと思いながらね見てて、なんかちょっとフォークボールかなんか、はい、ツーシームかなんか投げたらポンと打たれたんだよね、はい、まあプロは甘くないっていうふうに感じたと思うけども、うん、いやでも魅力あるな将来的に。で、あのまあね、身長が192センチの大型投手で、あのランディ・ジョンソン投手を彷彿とさせるフォーム、はい、左ピッチャーで、最速は157の速球が武器で、変化球はスライダー、フォーク、チェンジアップ、カーブ、カットボールを投げる、はい、で幼少期は西武ファンで、本拠地のベルーナドームからは実家近かったという情報も入っております。実家近かったらいいじゃんな西武だし、いやでも、はい、やっぱ魅力あるな西武のピッチャーっているな。で、あの今シーズンはこの前のそのエスコンデが、まあ、初一軍デビューということだったんですけど、2軍では5試合に登板して4勝無敗、防御率 0.33 という圧倒的な成績を残して一軍に上がってきました。まあ、そりゃそうやろな、あんな中に打ってんのお前下で無理ですよね。小賀がパスボールしてたから。そうなんです、あれがねちょっと、あの惜しかったですけど、まあ、惜しかったけど、うん、やっぱそのぐらい強烈に速いということだよ。あれバッターから見るとどんな風に見えてるんですかね、調子って。そうやな、どういう風に見えてるのかな、こう、まあ、松郷にちょっと聞いてこなきゃわからないけども、はい、でもやっぱ相当な速さも感じたと思うよ、その球の実際のもの以上に、あ、まあ、以上にっていうか、まあ、150は155で多分感じたと思うんだけども、まあ、だけどその若い子ってさ、かかってるボールとかかってないボールってあるんだよね、指に、はい、うん、まあ、それでも同じスピードが出るんだけども、ガンになったらね、はい、だけどそれは速さを感じたり感じなかったりするボールの一つとしたら、かかってるボールとか本当にかからないボールっていうのが、まだばらつきがあるのかなっていうような感じはするけどもね、はい、まあだけどものとしたらすごい大きな素材だよね。そうですよね。あ、こんなピッチャーいるんだねとか思いながら。八王子にいたんですね。なあ八王子にいたんだと思って。いや、あんなに早いと思わなかった。で、タイプとしてはやっぱり中継ぎになるんですか。いや、先発で使いたいでしょ。先発か、まあね、そうそう、スケール感があるもん。そうそうたるね、あの西武の先発陣の中にもちろん入っていけるだけの素材。いや、もちろん入っていけるだけの素材は。その抑えっていうところでもないですか。いや、なんか抑えだともったいないよ、まだ若いし。抑えなんかいつだってできそうだもん、1イニングだったら、うん、でもやっぱ先発で長いイニングをどれだけ投げれるかっていう、やっぱ教育をしてから抑えに持っていった方がいいだろう。今年、まあね、あのすごいデビューを果たしましたけど、松井監督はどういうふうな使い方をこの後していくと思いますか。まあ、とりあえず使えるとしたら中で使うかもわからないし、まあ、平がちょっと離脱したから、うん、だからそこの穴を埋めるために羽田を、ね、抜擢するかもわからないし、はい、だからそれはちょっとわからないけども、うん、まず最初はやっぱショートイニングで使っていくのかなという感じはするけど、まあ、ちょっとね、中継ぎ陣がね、今西武はちょっと手薄というか、ね、になっちゃったよな、状態的になっちゃったので、だから松本をね、回すしかなくなってるから、はい、まあ、右左でね、うん、まあ、頑張ればそこら辺の穴は肌のスピードだったら埋まるかなと思うよね。そうですね。
そうですね。でこの時の登板後に出したコメント、自分の力を思い切り出そうと思って投げたんですけど点取られたので悔しいですという、やっぱ点を取られたっていう悔しさの方が先に来てるんだな、あの交通しちゃったあれでっていう、まあそれはもうしょうがないよ、他が取れなかったのすいませんでした後輩がご迷惑かけましたよあ、そうだそうです、ね、いや本当にでも古賀もちょっとびっくりしてたと思うよな、え、こんなにって、まあ、変化も多分してたと思うんだけども、いいボール投げるなあ。で、あれだけの身長から繰り出してくるってなると、ねえ、左ピッチャーだし、バッターとしては迫ってくる感じはあるでしょうね。いや、それはあるよ、うん、左は嫌だと思うよ。あ、左バッターは、うん、そっかそっか。で、よりちょっと下げるような感覚で、あの球を投げられると、うん、もっと嫌だよ。高さん先発向きっておっしゃってましたけれども、先発ってどのぐらい何勝ぐらいできそうなタイプのピッチャーなんですか。いや、それはもうコントロールさえ、ね、身につけば、うん、10勝ははるかに超えていくと思う。ああ。いや、そのぐらいの素材だよ。うん、もう西武って本当にいいピッチャーいるな取ってますよね。で、もう一人、もうね、ちょっとベールあのもう開けちゃったのが、うん、この羽田慎之介投手なので、ベールの見える未来モンスターですけども、はい、まだベールを抜いていない未来モンスターピッチャーもう一人いました。そうです、西武の成田春生投手、うん、昨年2023年のドラフト4位で西武に入団ということで、実はまだファームでも投げてません。交流試合で投げたんですけれども、未来モンスターということで、これからベールを脱いでくる成田投手、いいよいいよ、まあ、いいよっていうのは何がいいかというと、やっぱボールに力があるのと、はい、投げ方が各バッターの高めに投じれる腕の角度を持ってるな、はい、うん、あ、これは三振が取れるピッチャーになっていくと思うよ、はい、球の力がある、まあ、今最速は153キロぐらいだと思うんだけども、はい、ボールの回転もいい、こう投げる打点も低い、うん、そしたらそこから高めに投げると俺三振の山作っていけそうな感じがするな、まあ、身長185センチから投げ下ろすストレートは回転数が多く伸びが非常にある。で高校時代の最速が150なので、まあ、今は、ね、153ぐらいとおっしゃってましたけど、確かにあのね、この腕の使い方っていうのがふわーんと伸びていくんじゃなくて、ここら辺から前にスポーンと伸びていくんだ。じゃあもうより早く感じますよね。そうそうと思う。いやだから腕の使い方もちょっと独特な部分もあるし、はい、うまいよな、はい、で変化球はツーシーム、スライダー、カットボール、カーブ、フォークを操ると、はいはい、ということで、弘前工業高校、まあ、青森出身の選手なんですけれども、実は実家がアスパラガスとトマトを栽培しているということで、両方好きだよ両方好き私もですあ、そうやろ、あの、ね、トマトとアスパラガス炒めてねするのも美味しいですし、そうで、お父様がやり投げの元国体選手、で、お母様はハードル競技で活躍した陸上一家というところで、で、あの陸上競技や大有町で盛んなスキーの距離競技で身体を鍛えた小学生時代。スタミナあるな。スタミナあるピッチャーですね。もうまた開いて、うん、槍を投げるみたいな感じで。そうです。そんな感じだよね、使い方は本当に。なんか DNA 受け継いでるのかもしれないですね。いや本当によ、うんうんうん、だからなんていうの、投げ方見て、はい、バッターの反応見たらその回転数を感じるし、はい、球の力あるよな、馬力がある体に、馬力がある、うんうん、いやね、今日はちょっとあの羽田慎之介投手と、はい、成田春生投手を、はい、2人の未来モンスターを紹介してましたけど、いやこれ本当に来年あたりでも面白いと思うな、そういう2枚看板になるかもわかんないよ、あの右左の。そうですよね。そうちなみにその成田投手は先発向き中継ぎ向きとかっていうのはありますか。あのね、器用そうなんだよね。だからどっちでもできると思うんだけども、うん、まあ、先発で言えばその松本、松本渡です今中に入ってる、はい、松本よりもちょっと力を加えたような、はい、そんな感じのピッチャーになるかなっていう、まっすぐ主体でどんどん押していけるような、はい、まあ、そういう選手になるかなと思う。で近くにあの似たタイプの、ね、先輩がいる。ああ、そう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 。で一方でじゃあ羽田投手はどういうピッチャー、まあ、菊池雄星かな。おわ、同じ左の、まあ、そのぐらいの感じになってくると思う。なんか菊池雄星投手が X で絶賛してるって。いやだから菊池雄星を抜いていくかもわからない。
じゃあ将来メジャーやっぱそのぐらいのポテンシャルを感じるよ。ウェアーすごいですね。ウェアーみたいな。いやいや、エース候補ですね、未来の。いやいや、そうそう、うん、あれも負けてないけどね、成田も負けてないけど、うん、やっぱ肌は菊池雄星を超えていけそうな、すぐメジャーが目つける。目つけてると思う。まあ、おそらく目つけてると思うよ。そうか、まあ身長もあるし、やっぱ速いっていうのは魅力だよですね。俺はもう間違いなく160キロ出すよ。左出しますか？左手ですか？左手出す。あとやっぱ身長とあの腕のリーチが長い分、あの上から振り下ろすような感じで来られると、やっぱバッターって速いよね。速く感じますよね。威力もそうですし、はい、まあ、2人とも実は漢字が羽田投手、羽田と書いて羽田、そして成田投手なので、やっぱ成田エクスプレス、羽田エクスプレス、まあ羽田なんですけど、どうですかこの2枚看板で、将来の右左の羽田エクスプレス。なんでエクスプレスなんだ。ほら超速 い、エクスプレスって特急っていう意味なので。でも西武鉄道だから。そうなんですか。だからもう、ちょっとそれは困るけどな。あ、それはそうですね。こっちのコマーシャルされたんですよ。あ、それはそうでした。そうそうそう。いや、ただね、この、どうですか、この右腕、左腕。いや、魅力ある。魅力ありますね。本当に将来、竹内がいて、羽田がいてみたいな。うん、隅田がいて、成田がいるみたいな。うん、いや続くなこれ。続きますよね。あの西武王国はな、あの投手の。取り方がスカウトの方たち、まあいいんだろうね。ただもう少し打てる野手を取らないと。もうそっちはちょっと今度、いやピッチャー潰すぞみたいな。せっかく ねいいピッチャー取っても、いや本当にあのちょっと打てるところに行ったら、うん、両投手とも何勝するかわからないぐらいのピッチャーに育ってくると思う。そうですよね、うん、まあね、もう羽田慎之介投手はデビューしましたし、はい、成田大成投手は、はい、今現段階ではまだファームでも投げてないんですけれども、まあね、まあ、今シーズンね、ファームも投げるでしょうし、もしかすると例えば後半良ければどこかで一軍デビューもあるかもしれない、はい、可能性あるよな。そうですよね。ボールの質がいいんだよね。質がいいな。羽田は速さが魅力なんだけど、はい、成田は質がいいと思う。タイプが違う、タイプが違う、質がいい、はい、まあ、ぜひね、ちょっとここで、そうだね、ね、あの羽田投手と成田投手のことを皆さん知っておいて、はい、一軍、ね、デビューして2人が、ね、いやいや頑張ってほしいよな。そう、その時に、あ、俺知ってるよっていうのに周りに自慢していただければ、そうそうそう、いや、本当そうだな、ね、いいかなと思います、はい、あの皆さんぜひですね、この発掘あるある選手、はい、あの第5弾と続いていきますので、あの皆さんのこういう選手いるよ、こういうピッチャー、こういう選手いるよっていう、あの、まあね、アピールがあればね、はい、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。